こいつは直系白鵬会会長峰義孝ってやつだ。峰義孝か。港区を中心としたオフィス街にいるやつだな。とにかく若くて金を持ってる。高級会社を乗り回し、一見すると青年実業家って風貌だな。シテ線やインサイダーを使っての株取引と不動産売買で巨万の富を得た、まあ言ってみりゃインテリ極道の代表格的な男だ。なるほど。今東上界の金はこいつで回っていると言っても過言じゃない。年間かなりの金がこいつから東上界に流れてる。特に三代目錦山組の神田あたりはかなり峰から回してもらってるって話だ。どうしてこの男が神田に。この峰という男、数年前までは新興ベンチャーの立ち上げなんかをやってた普通の会社員だった。それをこっちの世界に誘ったのが無償上がりの神田だったらしい。峰は神田の仲介を得て堂島大吾との杯を交わし東上界へ来たみたいだ。それじゃあ神田とつながっている可能性もあるのか。いや、峰は六代目の信奉者だ。最近じゃ自分の組の力もあって神田の後ろ盾も必要ない。神田のことを煙たがってるだろう。会長、本日のスケジュールですが、先ほど柏木様よりお電話があり、緊急で幹部会を開きたいとの申し出がありまして。そうか。夕方からは IT ベンチャー協会の会合が予定されていますが、いかがいたしましょうか。キャンセルだ。本家からの呼び出しだ。行かないわけにはいかない。了解いたしました。え、今から10億ですか。そうや、10億の現金を持って今から来いや。神田の兄貴、何しでか好きですか。戦争や。戦争。今日から東上界の跡目争いが始まるんじゃ。兄貴、六代目はまだご存命だ。その話をするのは早いでしょ。探して、つべこべ言わんと早く金持ってこんかい。わかりました。まったく、勝手な人だ。すました顔しとんじゃ、大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ、おーくれ。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。社会者ボケ、おのりがチンタラしとるから。キリュウのアホがうちに攻め込んできたやろが。幹部会で言ったでしょ、別に俺はキリュウさんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩吹っかけるようなことするからこんなことになるんです。はぁ、おのれみたいな西洋かぶれの説教なんじゃ聞きたないんじゃこらぁ。キリュウの首取ったら、そうなったら俺が七代目や。お前も若頭ぐらいにしたら。
本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみやこれ。あなたが今壊したコレクション全部で10億は下りませんよ。それがどないして、おのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない、その価値がわからないことが問題なんですよ。なんやと、成り上がりの分際で。のあなたに一つ言ってなかったことがあります。私こう見えても結構強いんですよ。みねえ、あんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんに義理通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。おい、ミネ、おい、ミネ、ミネ。まさかカムロ町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは。ああすみません、実は今回のゴタゴタうちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任？ええ。どんな顔をしてるか見てみたいもんだぜ。でもこれで白鵬界の実力も分かったでしょう。ああ、ここから先いよいよ峰会長の時代が来るってことだ。東京に戻ったら今晩セッティングしましょうか。何をだ。これでもう峰会長の7代目は決まったも当然です。桐生に一泡吹かせてすっきりしたついでに7代目就任の前祝いですよ。まあいいだろう、会長も喜ぶ。でも6代目もガードが甘すぎでしたね。ずいぶんあっさりと打たれたみたいじゃないですか。そうだな、まあ若い分トップとしての意識も甘かったってことだろう。まあ6代目も所詮は坊ちゃんだったってことだ。まあ今じゃ死人も同然だがな。まったくです。なんだって。ああ会長、こいつが峰会長のお祝いをぜひと。何かめでたいことでもあったか。そりゃだって。何がめでてんだ。6代目が死ぬのがそんなにめでてえのか。ああめでてってえのか。